墨で描かれたケンペレンの署名付き自画像、ボルフガング・フォン・ケンペレン、ドイツ語、ボルフガング・フォン・ケンペラン、ヨハン・ボルフガングで、フランツ・フォン・パオラで、ヨハネス・デア・オールモセン・ジバー・フォン・ケンペラン、バロンデ・ PZMND、ハンガリー語、ケンペラン・ファルカシュ。パスモンディ・ BR、ケンペラン・ラブグ、ファルカシュ・ヤーノシュ1734年1月23日。 ポジョニ1804年3月26日、アルザー・フォアシュタット・ウィーンは、ハンガリーの著述家並びに発明家。ケンペレンが有名になったのは、トルコ人というチェスを指すオートマタの発明によってだったが、後にこれはいたずらと判明した。一方、手動で操作するスピーキングマシンは、試験的な音声学の先駆けの一歩として紛れもない、本物だった。 ケンペレン家は1640年にポジョニに定住した、おそらくアイルランド系の家系である。ドイツ語を話す家庭であった。ケンペレンのトルコ人は1769年にウィーンで作成された。長さ1.2メートル、幅60センチメートル、高さ90センチメートルの箱とトルコ人の服装をした人形からなる。内部の構造は、 チェス板の裏側に一目ごと小さな鉄球が糸で吊るしてあり、鉄球の上に駒が来ると、駒の底につけた磁石の作用により、玉が板に吸い付けられるようになっている。箱の中に入った人間は、この構造によってゲームの進行状況を把握することができたとされている。また、箱にはハンドルや歯車などの見せかけの仕掛けが準備されていたとされる。なお、 このオートマタは、ケンペレンの死後、フィラデルフィアにある、中国博物館に買い取られたが、1854年の、火災により消失した。で、オールサーバースタート、ハットデパートメントオブリングイスティクス、ストックホルムユニバーシティ、ハスキンズラボラトリーズアーティクル。ありがとうございます。